今釣りの狩りなんですけど、ハトを発はい、はい、あれから1日が経ちました。もうだいぶ締まってるはずね。ね、氷漬けして生きてるかな。ね、一回もう一回ね、もう一回見てみよう。もう一回確認しときましょうね。多分ね、もう生きてない。多分大丈夫だ。大丈夫だと思うけど。ああ、そうですね。氷漬け。仮死状態になってる。仮死状態。一回全長見たくない。なあ、全長。ね、昨日興奮して見えなかったんで。これもまあ、わからん。よだれ？猛毒。まあ触らんように。触らんように。うわ、すごい。あ、これちょっとねじれてる。こうやね。めちゃくちゃでかくない？でかい。やばい、これでかすぎじゃないか。小2ぐらいあるな。140センチぐらいかな。うん、どんぐらい。1メーター30。1メーター35というね、か巨大ハブ。これ噛まれた一つもりもねえだろ。これこれ牙ですね、こっち。これ 1.5 センチぐらいあるんで、もう全然もう軍手とかもう歯が立たない、突き破ってくるやつですね。貫通しますね。はい、ではもう一回仮死状態に移しましょう。怖いね。はい、でかいな。でかい、これやばい。はい、よっしゃ。そしてこちらをハブ酒にするために、なんとこちらを買ってきました。じゃーん、マンザ。沖縄の青森ですね。女村でやってるところかな。そう、唯一女村、唯一の女酒造所で作られてるマンザっていうお酒です。これでがっつりつけていきたいと思います。まず捌く工程をね。そうですね。これから捌いて捌いていきましょう。はい。はい。口の方をこのホッカムリかけて、こう口が生き返った時に間違って開かないようにしていきます。ちょっと待って。牙出てるな。牙出てるな。一回牙直そうな、これ。一回取って。ガチやん。袋穴開いてるやん。すごい、袋がっつり穴開いてる。ちょ切っちゃえよ。いやいやいや、これなかったら迫力が。うん、なるほどなるほど、確かにそうだ。あ、大丈夫ね。はい、輪ゴムで縛って OK。 一応これでもう口は開かないということで、まあ触らないように出していきます。でかっ。中出したよ。だから中開いて内臓を取っていくんですけど、最終的にこうトグルを巻くように綺麗に飾りたいんですね。で、一気に全部開けちゃうと見栄えが悪くなっちゃうんで、冬音の方からちょっとずつちょん切りして出して、ちょん切りして出してをやっていきたいと思います。引っかからんよな。だから引っかかれそうになったら氷水に戻して、う、ね、もう一回氷しないといけん。ヘビ全般が生命力めちゃくちゃ強いんで、腹裂かれて内臓全部出してもまだ動いたりするんですね。内臓を引きずり出していきたいと思います。身から離していきます。わかります？繋がってるんですね、やっぱ。すごっ。次こっちですね。お前家庭科5ぐらいあるだろ。最高上手や。もうどんどん出てくる、どんどん出てくる。すごいな。超かなんかな。うん、やばくね。え、なにこれ長。これテニスコート1周分ぐらい作れるんだよ。いや、人間やん。あ、内臓が、内臓が。人間、地球もあるだろ。それ血管だ。内臓が入ってるか。みんなうろ覚えだ。切れた。毛細血管、大丈夫。よ、ゆっくり。おお、きれいきれいきれい。もうハブの中でもこれは本ハブっていう種類で、本ハブ。で、本ハブの中でも金ハブ、銀ハブがいるみたいなんですけど、これはあの金ハブですね。あ、金なの。いいんですかこれは。まあそれはもう金も銀もいるの。金の方がいいに決まってますよね。もし知らない。臭くない、本当にいいよ。うん、え、そうやろ。魚が臭すぎるから。いや、なんか嗅覚麻痺してる。そうそう、生き返ってこないか俺心配なんだけど。あったかくなってきたから。すると、あったかくなってきた。うん、これで全部取れたんじゃないか。足を押したんで、ここから中身を水で洗っていきたいと思います。マジでハブ酒の中のハブが生きてて噛まれたっていうのがあるんで、うん、そんぐらい生命力強いんで油断できないですよ。うん、綺麗になったね。めっちゃほら、こんな感じですね。内側が内臓抜けて空洞なんですよ、これ。じゃあ発泡スチロール準備して、こいつ噛ませて、いよいよ漬けの作業に入りましょう。入れた時にかっこよくなるように固まっちゃうんですよ、その形に。まんまここから開いた形になるように。すごいね、こんな口開くんや。丸飲み、まあ、丸飲みするから。あ、いいんじゃない。オッケー。
オッケー、これでね、入れていきます。それではトグロ任せていきたいと思います。この形でさ、決まるからなんかこう、かっこよく。それでは森出撃。くさいよね、くさいよ、ちょびちょび入れます、うん、優しく、あんま身に当てんようにしてからここ大事よね、めちゃくちゃ大事よ。44度のまんざで、おお、いいよいいよ。エキスをガンガン入れていきます。44度もあるんだ。そう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 、40度から45度が一番エキス出てくるらしいんで、うわ、すごい匂いだこれ、本当にね。もう俺らが普段お世話になってる漫才。はい、2本目一気一気投入。優しく投入します。うわ、すげえ、透き通ってるね、まだこれがどんどん色変わっていくから、ね、濁ってくるから、うーわー楽しみ。あ、確かに下行ったの時は、あ、大丈夫だ、あ、大丈夫だ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 、オッケー。それでは封印蓋をして、今から大体どんぐらいかな、1ヶ月じゃないか、とりあえず。そうだね、とりあえず1ヶ月寝かせて、その後、もう一回中身出して、もう一回酒を入れます。今回の動画はここまでですね。うん、ありがとうございます。これで1ヶ月後どうなっているんでしょうか、うん、待っていきましょう。ワイルドセクション、もうちょっと商売、あ、いいね、あ、いい、一番いい、一番いい、一番いい、基準がよくわからん。